選手対、マクレガー、コーバイ、ヒデ選手。はい、ブラジリアン柔術、白帯5分一本勝負。はい、じゃあ行きますよ、スタート。はい、ストップ、ストップ。同じ体勢の真ん中行きましょう。同じ体勢の真ん中。はい、はい。同じ体勢の真ん中。はい、待って、同じ体勢の真ん中行きましょう。はい、今ですね、ポイントの確認しとくと、もう一回ちょっとビデオ判定が欲しいんですけど、まあ、このまま続行しますけど、おそらく最初の、コーバイ・ヒデ選手のタックルになります、あの使いは。ちょうど前出たとこ、高野さんが引き込んだんですけど、おそらくタックルの扱いになると思います。うん。で、その後、高野さんがスイープしてるんで、今、そうですね、高野さんがそれで、サイドを取ってるんで、5対2ですね。高野さんが勝ってると思います。はい。また後で最後、ビデオ判定するんですけどね。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。いきますよ、スタート。はい、ブレーク、ブレークというかストップ、ストップ、真ん中行きましょう。今ハッカー高野さんがパスガードですね。3点追加ですね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、今タイム止めてますからね。2人ともいいですか、スタンバイ OK ですか。行きましょう、スタート。はい、高野さんは青帯なんでフィニッシュ狙いましょう。はい、真ん中行きましょう。真ん中行きましょう。はい、ちょっとロスタイム入れますね。はい、同じ状態になって、はい、行きますよ。同じですか。はい、スタート。you
あと1分20です。小屋さん、ギブ取らないと。抑え込んじゃダメですよ。うん、狙わないと。ちょうど試合終了でした。でも、いや、でもフィニッシュが、ギブしたんですよね。フィニッシュが、僕の体感でフィニッシュが2秒早かったです。小屋さん。フィニッシュが2秒早かったです。はい、じゃあ、皆さん大丈夫？はい、整列して。はい、2人とも整列してください。はい、じゃあレフリーお願いします。コールお願いします。はい、小屋さんのバックチョークで1本。はい。小林選手どうでしたか。いや強いですね。それしかないですか。なあと何かないですか。どうですか。イージーファイト。え？イージーファイト。あイージーファイト得意のイージーファイト。あ、ヒデさんどうでしたか。マクレガー勾配ヒデさん。次絶対勝ちます。頑張ったね。はい、どうでしたか。ハッカー小林さんは。いや重いなって思いましたね。それね、乗せ方が、体重の乗せ方がやっぱうまいってことなんですよ。はい、うん。まあ、頑張ったんですね。そうですね。まあ、わかんないですよね。まあ、今回セコンドがいなかったんで、お互い。セコンドがいれば、例えば残り2秒とか、まあ、2秒って言わないか。2秒で言ってもあんま意味ないんで、まあ、残り30秒とかなんか言ってくれれば、多分、あと2秒だったら頑張ったでしょ。わかってれば。はい、そうだね。うん。なので、セコンドって大事なんですよ。まあ、今日は全然大丈夫なんで、まあ、すごい頑張ったと思います。うん。小林さん、でもどうだったんですか、ガチなところ。長い試合長い長いって言ったところは、でもあれですよ、フィニッシュでも終わるわけですから、そうっす、もうすぐ終わらない、フィニッシュすれば短かったら、いや正直フィニッシュできそうになったら強いです。でも強いですよね。そうです。でも強い。でもこの悔しさをね、次に生かしましょう、はい、でもやっぱ練習と全然違ったでしょ。全然違う。全然違うんですよ。全然違う。あの息遣いがすごい、2人ともガチ。小林さんも思わず長い長い言うぐらいな。長いです。なんで山さんも早めにちょっと経験しましょう。ほんとね、ほんと違うんですよね。試合と練習全然違うんで、まあ、これキックボクシングもそうなんですけど、スパーリングと本番全然疲れ方も全然違うんですよね。なんでさんね、この悔しさをね、次は嬉しさに変えるために一生懸命練習やりましょう、はいね、でも基礎練とかも頑張ってやってるんで、すぐ上手くなると僕は本当に思います。はい、はい、小屋さん、青みの実力を今日はまざまざと見せつけましたね。いえ、まあ、ちょっと仮物なんで今日はね、はい、あの親友のタツキの道着なんで、親友のタツキの道着なんで白帯でしたけど、まあ青みの実力、まあ、ちゃんと決めたんでね、はい、ちょっとあそこでなんかポイントで終わったらちょっとあれでしたけど、炎上してましたよきっと。誹謗中傷が多分身内から SNS 荒れてましたよ。あいつ私お付けかなって思いますけど、まあ、フィニッシュしたんですごいと思います。おめでとうございます。